新には 1,2,3,5,6-4 石野選手は2コース、スタートはどうでした？ちょっと起こしてからもたついたんで、はい、もうフルダッシュで行ったんですけど、ちょっと遅いですね。それは船足の問題ですか、勘の問題ですか？勘というより起こしたんですけど、ついてこなかったので、はい、まあ、その分全速でしっかり行けました、そしてこの1マークなんですが、今出足がいいとお話しされてたんですけども、ターンに入ってその後、そうですね、いつもうねり気になるんですけど、今節はそこまで気にならないんで、まあ、いい時の歯型かなと思います。それは心強いですね、はい、オリジナルデータも全部トップタイムが出てて、そうですね、なかなか一周タイム僕つかないんですけど、まあ、しっかり出足きてる証拠だと思います、はい、じゃあもうデータの裏付けがある体感はあるんですね、はいはい、じゃあ出足の他伸びとかはどうですか？伸びは、まあ、伸びきりはそんなに多分普通ぐらいだと思うんですけど、はい、まあ、行き足がいいんで、はい、まあ、問題ないと思います。じゃあもう石野選手の好みといいますか、まあ、いい仕上がりってことですね。まあ、いつも伸び型にするんですけど、はい、まあ、今節この調整でしっくりきたんで、はい、もうこれをベースにいきたいと思います。それでは後半は10レースとなります。後半に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、なんか森永さんがすごい伸びみたいなんで、はい、行ってもらって展開つきたいと思います、はい、後半も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。